藤田太陽、藤田太陽、藤田太陽、1979年11月一日体は、秋田県秋田市出身の元プロ野球選手、当主。川崎製鉄千葉公式野球部から、2NPB の阪神タイガースへ入団。からまでは、名前のみの太陽を、登録名に用いていた。のシーズン途中からは、埼玉西武ライオンズや、 東京ヤクルトスワローズプレー。限りでヤクルトを退団すると、に一旦現役を引退したが、からクラブチームのロキテクノベースボールクラブで、高知県人投手として、現役生活を再開している。秋田県立荒谷高等学校への進学後には、外野手としてのプレーを経て、2年生の秋から本格的に投手へ転校。3年生夏の、 全国高等学校野球選手権大会では、秋田大会の2回戦で敗退した。荒谷高校は1回戦で勝ったことがないほどの弱小校であったが、弱いところで活躍した方がより目立てるという理由で入学したという。同学年で後に、プロから指名された選手としては、石川正則、二淵、後松重久し、メッツより指名を受けたがいる。 高校3年生の時点で、プロからの誘いがあったが、開始名が予想されたことと、社会人野球を経て指名された方が、契約金が高くなるという目論みもあり、川崎製鉄千葉へ入社。2年目の二等格を表し、第14回アイーブフインターコンチネンタルカップ、日本代表に選出され、大会では、最優秀防御率賞に輝き、日本の3位入賞に貢献した。 西ドニーオリンピックの代表候補として直前合宿に参加したが、肘に違和感を覚え本戦には選出されなかった。同年秋の NPB ドラフト会議の直前に、読売ジャイアンツ、巨人と阪神タイガースが最後まで獲得を競ったが、当時存在していた逆指名制度を通じて阪神へ入団した。1位指名扱いでの入団で、背番号は15。 はオープン戦の対日本ハムファイターズ戦、阪神甲子園球場に先発した際、その試合を中継した朝日放送が公式戦ではないもののゴールデンルーキーの初登板ということで、CM に入る直前に随所で藤田の幼い頃の写真を紹介したり、週刊ベースボールの選手名冠号では他主力選手を差し置いて、 表紙にも掲載されるなど、周囲の期待の高さを伺わせた。しかし、秋キャンプで、投資コーチの八木沢総六に命ぜられたフォーム改造と、投げ込み方で右肘に炎症を起こし、開幕戦に登板したものの、すぐに二軍降格。シーズン最終戦でプロ初先発するも、四回を投げて、エディディアスと野村健次郎に、本塁打を打たれるなど、悲安打八、五失点だった。 は、春季キャンプで、右ふくらはぎの肉離れを起こして出遅れ、7月24日になって一軍昇格。藤川球児と共に、積極的に先発投手として起用され、同年プロ初勝利初関東を記録。若いマ幕ローテーション入りを果たすが、右肘いち帯の損傷で離脱して6月に、右手首からの人体帯移植手術を受けた。は、秋の教育リーグで、 実戦登板したのみで終わった。い開幕ローテーションに入るが結果を残せずに軍に降格し、その後は8月に中継ぎとして数試合に登板するにとどまった。の、周期キャンプから、それまでのオーバースローより腕の位置を下げたスリークォーターにホーム改造をし、2月にはさらに腕を下げてサイドスローに転向した。このように、阪神在籍時は、 潜在能力こそ高く評価されていたが、怪我が多く、一軍では目立った成績を上げることがなかったため、未完の大器とも、ブルペンエースとも称された。7月11日、内野主人を強化したい反心と、中継投手を求める西部の思惑が一致したことにより、水田圭介との交換トレードで西部へ移籍した。 この1ヶ月ほど前にも、同じく西部の赤田翔吾とのトレードが合意に達した、と一部のスポーツ紙で報道されていた。背番号は、水田がつけていた45を引き継いだ。移籍後は中継ぎとして安定した投球を披露し、終盤には、抑えとして起用されることもあった。移籍後はわずか2ヶ月半で25試合に登板し、防御率2.00を記録するなど、 同年不安定さの目立った西ブリリーフ投手陣の中で中継ぎとして活躍した。は、ブライアン・シコースキーにつなぐセットアッパーを務め、4月30日の対日本ハム戦でサヨナラ打を喫するまで無失点、防御率0.00の活躍をしたものの、故障と不調で2度の登録抹消。復帰した後も、制裁を書く当番が続き、基本塁打が増えるなど、 安定感に欠ける面も見られた。しかし、最終的には、自己最多となる48試合に当板し19、ホールドを記録した。は、開幕直後に打ち込まれ、2軍降格。その後も、2軍で高騰を見せ1軍に昇格し、打ち込まれ2軍に逆戻りを繰り返した。10月2日、戦力外通告を受けた。十一月九日に東京ヤクルトスワローズが、 獲得を発表。8月7日中日ドラゴンズ戦で4年ぶりにセーブを上げるなど、リリーフとして20試合に登板するも、10月8日に、球団から2度目の戦力外通告を受けた。慢性的なミニヒーチの痛みに悩まされていることもあり、現役を引退した。現役引退後は、東京、西麻布の焼肉店に勤務する傍ら、フリーランスの野球解説者として、 出身地の秋田や関東、関西地方のテレビラジオ番組へ随時出演。また、大久保博士元主催の野球塾、デイブベースボールアカデミーで講師を務めていた。12月14日に、富山県のクラブチームロキテクのベースボールクラブで、投資兼任コーチとして現役に復帰することが発表された。コーチとしては、まで、主に投手を指導していたが、から、 総合コーチという肩書きで、打撃指導も担当している。なお、ロキテクノベースボールクラブでは、加入の初年、2016年から2018年シーズンまで、運営会社、ロキテクノの社業とは、無関係の外部コーチ兼投手として扱われていた。しかし、2018年にチームを、初めての全日本クラブ野球選手権本大会、 出場に導いたことから、選手たちを都市対抗野球大会で、東京ドームへ連れて行くという自分の夢を実現させるためにも、自分が同じ会社の一員になることで、今まで以上に多くの時間を共有しながら選手たちを育てたいと、決意。2月1日付で、ロキテクノの親会社である、株式会社ロキグループへ入社した。入社後は、東京にある本社経営企画室の、 経営企画グループで広報や広告宣伝活動を担いながらロキテクのベースボールクラブで当主兼任総合コーチを続ける。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。